ゲノムハザードは、塚崎史郎による日本の小説。1998年、ゲノムハザードのタイトルで、第15回サントリーミステリー大賞読者賞を受賞。同年文芸春秋より単行本として刊行。2011年、小学館文庫より文庫として、再リリースの際に、現タイトルに解体、大幅に過失解剖された。 1998年10月12日から10月23日にゲノムハザードのタイトルで NHKFM 青春アドベンチャーでラジオドラマが放送された。前週はゲノムハザードある天才科学者の5日間のタイトルで映画化。2014年1月24日日本公開。2013年第18回不山国際映画祭のコリアンシネーマ。 トゥデイ部門パノラマに正式出品。また、2014年9月12日から14日にかけてアメリカ合衆国ロサンゼルスで開催された LA エインゲイフィスト2013では招待作品として上映された。主演は西島秀俊。本作は日本、韓国合作映画で日韓共同投資や両国俳優の共演だけではなく日韓両国が共同で企画。 制作、廃棄を行うという形をとっている。撮影は9割以上が日本で行われ、2012年7月6日に神戸でクランクイン、同年10月7日にクランクアップ。全国103スクリーンで公開され、映画観客動員ランキングで初登場第11位となった。2014年7月2日発売。発売、販売元はハッピネット。 ゲノムハザードある天才科学者の5日間に関するカテゴリー、ありがとうございます。